ありがとうございます。本日の動画の内容はこちらになります。新しい布巾の紹介、小鼻刺しの図案の描き方をお送りしていきたいと思います。ではまず最初は新しい布巾のご紹介ということでこちらになります。昨日仕上がりました布巾ですね。糸の方はダルマ家庭糸の27、30、33番を使っています。とネイビーをねメインにしてブル系の3色で刺してみました。今回ね小鼻刺し初めて刺してみたんですけれども、別なトーンとかね、別な色の組み合わせとかでね、何通りにもなる模様なので、おすすめです。で、裏はね、こういう感じで、裏は裏でね、すごい楽しめる模様になっています。3色ね、それぞれをね、全然別なトーンの色にしても可愛いですよね。赤、青、黄とかね。全然こう、違う反対色とかで組み合わせたり、一つだけ、別な色にして他の2色を同じものにしたりとかね、それぞれの組み合わせでいろんな雰囲気が出せるかなと思います。はい、でこちらもね図案の方載せてくださいっていうコメントをいただきましたので、この後ね図案の描き方の方をお送りしていきたいと思います。コメントね本当にいつもありがとうございます。楽しみにね読ませていただいています。はい、ではここから小鼻刺しの図案の描き方をお送りしていきたいと思います。今回はですね斜方眼を使っていきます。では早速どうぞご覧ください。水通しをして裁断したさらしを用意いたします。使うものはペン、長い定規、斜方眼用紙が持ってる方はテンプレートです。でペンはですね私いつもフリクションボールの 0.5 を使っています。アイロンで消せるタイプになります。まあいろいろねペンはそれぞれお持ちのもので大丈夫だと思います。まあ、今回はフリクションを使っている前提で進めていきたいと思います。でできればペンも、そうですね3色から4色あるといいと思います。まあ、今回はね使わないですけれども、色を変えてガイドラインを引いていくのにいいと思います。まずはですね縫い代1センチをさらしの4辺に書いていきます。今回の布巾のサイズは 32×33cm ですね。でいつもは 32×32 の正方形に仕上げています。で綺麗に線を引く方法っていう動画もありますので、概要欄の方にリンクを貼っておきます。はい、でここからテンプレートをお持ちの方はテンプレートを出していただきます。でテンプレートない方は斜方眼用紙をさらしの下に敷いてマスキングテープなどで留めてずれないようにして写していきます。でテンプレートを購入するか検討されている方は概要欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。で模様をね刺したい範囲を決めて斜方眼線を引いていきます。でお好みの場所に外枠の線を引いていきます。で私は結構ね模様と外枠の部分ね
少し隙間を空けて余白を作っています。テンプレートをお持ちの方は外側のね枠を使って印をつけていきます。でそうでない方は定規を使って写し絵のようにして斜方眼線を描いて写してみてください。テンプレートの方は点と点を結んで斜めの線を描いていきます。間違えた時はですね、フリクションであればアイロンで消せるので、他の線を消してしまわないように気をつけながら、アイロンを低温にしてゆっくり消していってください。下書き作業がね進むとね、ちょっとねアイロン当てるとね全部消えてしまったりするので、消える範囲が広くなる前だとこの対応ができます。で反対方向も同じ要領で線を引いていきます。これで斜方眼線が引けました。こちらはね小鼻出しだけじゃなく、他の模様にもいろいろとね応用したり、この斜方眼を使った模様も可愛いのがたくさんあるので、テンプレートね購入検討の方は購入するのもいいかもしれません。で花は実際どういう風に刺していくかっていう配置なんですけれども、こういった感じになります。もしかするとねちょっと最初は混乱するかもしれないですけれども、こういう配置になっています。今回はね図案の描き方っていうことだったんですが、やっぱりね花の配置とかはちょっと実際刺し方動画としてアップした方が分かりやすいかと思うので、ちょっとそのうちこちらの刺し方動画の方も作成して投稿できればいいなと思います。で今プレゼント用のね2枚目のね布巾の方を今刺し途中なので、近日出来上がりをご紹介できるかと思うんですけれども、多分ね色違いで2枚同じ柄で作りたいかなと思っています。ちょっとね楽しみにして待ってていただければなと思います。はい、本日の動画楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね、次回の動画でお会いいたしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。